いろんなも出ました。いい天気、ゴミがね吸わせてもらえるんで吸っていきましょう。OK、 朝の歯磨き、ももさん朝ごはん作りましょうか。はい、はい、はい、パパッといただきますね。はい、今朝はね鮭を焼きましょう。電子レンジがあるんで、はい、これはね焼き魚ボックスで焼きましょう。はい、でこれをこんな感じで折ったら出来上がり。2つ多分同時にできると思うんで2つ同時に作りましょう。よし、よし、熱々、よし、ちょっと開けてみましょう。はい、あーすごいね。お、いい感じ、いい感じ。いいですね、ジャムできてますね。こちらご飯食べましょう。はい、昨日のねカツ丼のご飯と、はい、それから銀シャリ、はい、で、どう食べ方でもいいんですけども、うん、お味噌汁がないから、うん、鮭のおにぎりしようと思うんです。鮭まぶしおにぎりみたいなやつ。はい、ありがとうございます。うっす、よしよし、よいしょ。これでねもうミックスしてからねちっちゃいおにぎり4つ作れれば最高なんで頑張ってやってみます。で、こんな感じ、全部作りましょう。はい、ということでね、美味しそうなのができたんでいただきたいと思います。いただきます。いただきます。いただきます。うん、電子レンジ一つで十分だね。本当に昨日の話じゃないけど美味しい、よくできてる。うまいな。で、ももさん、うん、お食事の途中なんですけども、うん、今日は、まあ、4時ぐらいまでに、うん、名古屋の辺にまで来れば OK です。だよね。うん、ってことはね、大体4時間ぐらい時間をなんとか取れそうなんですよね。うんうん、実はこの近くに、うん、富士急ハイランドというのがありまして、うん、それが、うん、入場料無料らしいんですよ。うん、行きますか。で、だから高速道路で行ってから、うん、降りてもその、うん、なんだろう、特に料金いらずに、うん、昨日みたいな遊び方もできるんじゃないかと思うんで、行きましょう。じゃあ行ってみます。行きましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。シャケおにぎり最高です。じゃあもうパッと片付いてから出ましょうか。出ましょうか。はい、例の場所に行きましょう。はい、よろしくお願いします。よし、じゃあ野村さん準備できたんで行きましょうか。とその前にですね、行く前にちょっと車の説明しないと社員さんに、ちょっとうちの社員さんに遊んでるのかと怒られますんで、ちょっと中をちょっとあの少しだけ紹介させてください。はい、わかりました。はい、まあまあ、あのステップがありまして、はい、乗りやすいんでステップで、基本的にも全部ついてるの標準装備ですんで、あの昨日お料理で使った電子レンジ、これも標準装備、あとお肉とかね、お酒とか入れた冷蔵庫もこれも標準装備。おー、はい、もちろん電子レンジ、あ、電子レンジ、シンク、これももちろん標準装備だし、ここにあとこれクーラーが入ってます。あー、これも標準装備です。昨日はね、あの涼しかった、全然使わなかった。はい、もうクーラー、これも標準装備です。あと昨日、今日もそうですけど、匂いが結構ほらしたじゃないですか。ええ。換気扇、はい、これあるとすっごい便利ですね。あ、ですね。はい、換気扇と、はい。で、あと一応寒さ対策で昨日使わなかったんです。エフェフヒーター。ここから、はい、エフェフヒーターがこう出てきます。ああ、なるほど。で、これエフェフヒーターのコントロールスイッチ。あ、そこにあるんですね。はい。で、あと、まあ、このテレビでっかい、昨日ちょっと見ながらテレビとか、スピーカー、この辺も標準装備。あ、全部じゃあもう基本全部装備で、上には実はソーラーも乗ってます。どれぐらい？350W。 350W、 はい、ソーラーと、あとナビゲーションとか ETC、 ドライブレコーダーも標準装備、
そしたら実はリチウムイオンバッテリーが2つ入ってます。これも表示です。この辺です。この下にリチウム入ってます。へえ。でランさんのいるところ、これも電動二段ベッドでこういう感じでここで寝れるやつですね。そうですね。昨日はこれ使わずにソファーで寝たんですけども、寝やすかったです、はい、であとこれ僕は昨日こっちで寝ましたけども、このテレビのこのバンクベッド、こざっと広く、アラウンサー片付けてくれたのありがとうという感じですね。はい、中やっぱ素晴らしいですね。そうなんです、もう最高で、あとここに、はい、集中コントロールパネル、スイッチ関係が全部入っていますんで、あ、中でじゃあ全部そうですね。そうそうそう、昨日も寝るときこうやってね、こんな感じで、あ、なるほど。じゃあ外もちょっと説明しましょうか。あ、はい、ちょっとだけ外、はい、やっぱこの時期暑くもなく寒くもなく、昨日もちょっと匂いだけとか換気だけでね、こうドアこう開けましたけど、こういったドアとか、あとここにちっちゃく荷物も実は入るんですね。今入ってるのは FF ヒーターとかああいったものなんです。ここにも入る。ああ、なるほど、こっちに本体が入ってるんですね、はい、荷物が入ってたりとか、こっちサイドも今あの外部電源、これも標準ですから、あ、はい、ここにも荷物が実は入るようになってます。収納たっぷりですね、はい。8人乗り。8人乗り、うん、あとここの横もこういう感じで、あ、なるほど、あ、外からもこれが、はい、入れられます、入れられますですね、はい、で、なんといっても一番好きなのは、はい、これなかなかキャブコンないと思うんですよ、国産では。これが、ランさん見て、ストーンと、おー、こんな広いですよ、ほら、開放的。これでドーン、長物とかいろんなものが入れられる。あー、広くていい。そう、サーフボードね、これ江ノ島っていうあれです、サーフボードでもいいです、何でもいいです、ドーンと。いやー、バッチリですね、はい。昨日ね、あの本当に社長がさせてもらったんですけども、はいはい、すごい居心地良かったです。ありがとうございます。中広くてから、あそこの下にもあとコンセントとかいろいろついてますから、 USB とか下のところに、これですね、これとこれが、はい、コンセントですね。で昨日は使わなかったけど、あのテーブルも実はこう下がって、あそこ一面ベッドになるんですけど、今日はもう2人だけでしたから食べてガタンってなっちゃったんで、わかりましたという感じでございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございますよし、じゃあ旅に、はい、行きましょう、行きましょうありがとうございます。よし、じゃあね、ここからちょっと僕が運転していきますんで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。よし、よみうりランドさん車中泊ありがとうございましたあ、ちなみにね、言うとらんかったかもしれないんで言うんですけど、はい、実はね、こちらの車は、はい、名古屋の方にね、今日の4時ぐらいまでに持って帰らないといけなくてから、で、まあ、明日からイベントですから。そうそう、で、4時まではね、時間があるから、まあ、うろうろしてるという格好で、はい、今から富士急ハイランドでね、遊びに行くというようなお話ですんで。すごい急に決まるという。そうです。ごめんなさい、ちょっとね、何をうろうろしようかなと思われたかもしれないんで補足しておきました。ありがとうございます。よいしょ、行きましょう。この先よいしょ、みんな上手だな、シューッと。よし、すごいのが見えてきましたよ。なんですかあれ、富士山じゃないですかいえ違いますか、あれはコースターの方です。あ、ジェットコースターの方ですね日本一の富士山に日本一のジェットコースターですね。すごいな富士山、すごい綺麗。そこ左ですね。はい、続いて目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間37分です。1500円、運転お疲れ様でした、はい、よし、行きましょう。はい、お願いします。はい、来ましたね到着ですね。適当にじゃあ止めますね。はい、よし、OK、はい、OK です、ありがとうございます。お疲れ様でした、ありがとうございます、運転。よし、じゃあママさん行きましょう、はい、富士急ハイランドパーク。初めて私も来ました。もうさん初めて。初めて。僕も初めてです。初めてです。なんかね、入場料が無料になったらしいんで。だからその、
まあ、駐車料金だけ払えば、うん、中で遊んでもいいよみたいな、もちろんそのももさんの大好きなジェットコースター乗ろうと思ったらそのお金はいるんですけども遊園地みたいな感じになったという格好ですね、はい、富士急おお、入っていきなりお土産物屋さん、ももさん帰りお土産ここで買いましょう。ももさんなんかね、賞味期限5分のシュークリームとかありますよ。食べてみましょうか。食べてみましょう。いいですね、これはすごいね、美味しそう。行ってみましょう。はい、すみません、はい、ももさん、食べましょう、はい、いただきます。いただきます。うん、美味しい、サクサク。はい、あのね、5分以内に食べ終わりました。美味しかったです。ごちそうさまでした美味しかったですね。うまかった。おもさん、なんかまた目の前にも美味しそうなのありますよ。ツアーやね、これこれこれ、ほらベーグルですね、レインボーベーグルで。どうやらね、こっから先が富士急ハイランドらしいんですけど、うん、なんかチケットがいるらしいです。無料入園の、入園無料の方もチケット、なんかとりあえず行ってみましょう。チケット、うん、乗り物の際、乗り場の近くの券売機ご利用ください。本日遊園地5時までです、どうぞ。はい、ありがとうございます。無料でした。マスク外してください。チキタの QR コードから下面にかざしてください。ああ、これこうこうだ。藤山バーガー、高飛車バーガー、すごい藤山やな。食べきれんでしょ。うん、まそう。いいですね、ありがとうございます。なんか可愛いの乗ってますよ、カチューシャ。ちょっと見ましょうか。はい、これぞ。反省するけど学習しないピザーラですね、すごいな、なんかえぐいな。わあ、似合う、描いてくれるんだ、すごい。なんかももさん、あれですよ、ナルトですかね、これは。忍術体験アトラクションらしいですよ。入場料は無料でしょう。おー、村みたいになってる。これやね、やっぱり我々は来ましたね、ついに大人買いショール。金のところから転がしてください。ここね、スタート位置を横に動かしたり壁に当てていただいたりすると転がり方変わるので、うまく金のさを狙ってください。はい、ポーンって当ててもいいの？ポーンって当てても大丈夫です。ただ強すぎると通り過ぎちゃうんで。よし、いきましょう。せーの。あ、強いんだ。あー、惜しい。せーの。おー、あれ？よし、スピン、スピンを蹴ります、僕は。よ、あ、ダメだ。あー。あー。転がすだけでも。入らない。次はじゃあももさん、かこれは、ここのバッグのところにタイルを持っていただいてハンマーでここを支えてください。そんな場合は白いお皿に乗ったら成功です。お、あ、いい感じ。おお、おお、おお、あ、強いハンフリーみたいよ。あれ意外と飛ぶんですよね。ついわー、よっしゃ、いた。あおー、惜しい。あーあーあー、あ、惜しい。わあわれわれにはハードルが高かったですね。忍びのレベルが足りなかった。ツチノコが出たらしいですね。おもさん、なんか面白そうなのありますね。なんかね、やばいよあれ。楽しそうでしょ。僕絶叫マシン大嫌いよ。でもなんかほら緩やかなんでね、多分優しそうなんで。行ってみましょう、行ってみましょう。行きましょう、行きましょう、行ってみましょう。
うん、僕はやらないです。あのね、カメラ撮影 NG でした。でもね、めちゃくちゃ楽しかったです。楽しい絶叫でした。ももさん、お化け屋敷とかで好きでしたっけ？いや、私は絶叫系ダメです。なんかでも、ありますよ。迷宮の入り口が全長900メートルのお化け屋敷、約40分、1人3000円です。はい、僕ちょっと怖いの苦手なんでやめておきましょう。こっちもなんか面白そうですよ。絶望要塞、絶望要塞ここにあるんだ。おじさんにはなかなか厳しいやつですね、これ。もうダメ。もうちょい、もうちょい。富士山綺麗。絶景スポット。うん。おお。すごい。うわ。見てるだけで足がすくむ。じゃあ降りましょう。はい。いや、大変よ。ウェルカムトゥトーマスランド。おお、すごい。トーマスが好きな子らにはもうたまらん場所ですね、これは。ももさん、トーマス降りましたよ。ちょっと並んで見てもらっていいです？これトーマスのレストランですね。ちょっと見てみましょう。わあ。トーマスのお土産屋さん。おお。一周回ってきましたね。お疲れ様でした。楽しかったですね。疲れました。楽しかったです。ありがとうございます。お腹すきましたね。ちょっとすきました。何食いきましょう。行きましょうか。はい。はい。何がいいですか。この辺って何があるんです？ほうとうが名物でしょうね。行きましょう。よし、ちょっとお土産もね、買ってきましょう。はい。富士急ハイランドラーメン。いいですね。これは何だ。ラーメン一食300円。ああ、これだけん、これだけん、これはちょっと見せられん。お土産ね、これだけ買わせてもらいましょう。ありがとうございました。はい、どうも。よし、行きましょうか。はい、よし、行きましょう。よいしょ。よし、山本さん、楽しかったですね。お疲れ様でした。ちょっとあの、美味しそうなうどん屋さんが近くにあるんで、はい、行ってみましょう。お腹も空いたんで、ぜひ行きましょう。出発。はい、今川口湖のほとりを走行中です。いいね、いいですね、ランさん。もうじきです。もうじきです。あ、琵琶湖、琵琶湖じゃない。琵琶湖じゃない。ランさん、琵琶湖っていうか川口湖はね。はい、よいしょ。はい、ありがとうございます。よし、行きましょう。はい、よし。今日はね、このワカサギ美味しいよ、これかね、うん、まあ、あとは他の、まあ、包丁でも取って、うんうんうん、あれさ、あれ今旬だから一番美味しい時。あ、ワカサギ裏側。ワカサギを塩で上がってね。はい、ありがとうございます。よし、食べましょう。いただきます。いただきます。川口区のワカサギらしいです。うん。かぼちゃでかい。めちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。美味しかった。天才いいね。うん。めちゃくちゃあのおばさん。おばあちゃんがなんかすごいいい味。すごくいい人だよね。ねえ。また来たくなるっていうのはこういうとこなんだろうな。ですね。よし。はい、じゃあここからね、ももさんの運転で。はい。行きましょう。はい。じゃあももさん、名古屋駅までお願いします。どうしましょうかね。何がです？なんかまだ話し足りないね。なんかこう、もう一泊する？もう一泊です。もう一泊。
ももさんは大丈夫なんす？僕だから明日ね、ちょっとキャンピングカーのイベントなんだけど、愛知に行かなきゃいけないんで。はい。あ、三重に帰らなくていいんですね。帰らなくても別に大丈夫。ああ、なるほど。うん。もう一泊です？ダメ？まあ、明日の朝、名古屋駅に送ってもらえるんだったら大丈夫ですよ。じゃあ行きますか。行きますか。行きますか。わかりました。じゃあ、もう一泊ですね。はい、もう一泊行きましょう。わかりました。じゃあ、一応じゃあ、はい、時間とかもあるから、名古屋駅の近くの、車着できるところ。うん、場所をちょっと探しましょうね。はい、わかりました。でね、今もう2時ぐらいだから、時間も結構いい時間なんで、もう移動しないとダメやね。移動しながらじゃあ探しますね。はい、わかりました。わかりました。じゃあ、小川崎桃さん、とりあえず運転お願いします。はい、はい、了解です。はい。とりあえずね、はい、まあ、名古屋目指していきましょう。はい。はい、ということでね、ちょっと行き先決めました。RV パーク、湯の花 RV キャンプ場さんですね。こちらはね、こんな感じのお風呂でから、すごい豪華絢爛なお風呂に隣接された RV パークなんですよね。で、ももさんがね、この行く年過ぎてから体にね、ガタガキってて、マッサージもしてほしいそうなんで、いい場所探したらね、こちらの方でもね、なんかやってることが分かったんで、今回ね、湯の花アイランドさんの方にね、行って車中泊させていただきたいと思います。はい。ちなみにね、前日の11時までに予約なんですけども、今日今さっき電話をしたら、空いてます、行けますっていう風にね、言っていただけたんで、こちらの方にね、今から目指していきたいと思います。ちなみに、移動距離は270キロで、到着予定時刻が18時30分ぐらいです。はい。まあね、焦らず伸びていきたいと思います。行きましょう。うわ、ここだ。これやな、さ。ほら。樹海です。全部あれやから、ほら。似てるから。あー。だから迷っちゃう。簡単に入っていきそうですもんね。うん、ランさん、下ろそうか、これ。いやー。樹海に。奥の方で下ろされたらもうやばいですね。休憩&ドライバー交代です。はい、トイレ休憩済ましてちょっとね、食べ物を買いました。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、ということでね、ここからはランタイムの運転でお届けします。行きましょう。も、は、も、い、さん、これパワーがあって運転しやすいですね。ありがとうございます。楽、燃費も相当いいですね。はい、よいしょ。はい、右ですね、ももさん。はい、右側です。はい、燃料がね、なかったんで給油しましょう。よし、じゃあともうちょっと頑張っていきましょう。よいしょ。お風呂だね。はい、ここです。お疲れ様でした。はい、お疲れさんでした。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。とりあえずじゃあ、ももさん、チェックインだけしていきましょうか。はい、わかりました。はい、だいぶ遅くなっちゃいましたけども、はい、無事着きましたね。ありがとうございます。で、ここはね、なんかすごく有名なお風呂屋さんっていうのかな、らしいです。で、ももさん、こっちこっち、すぐそこ川流れてるんですよ。本当だ、すごい。そこの前が3000円の方なんで、はい、5番で書いてありますので、はい、5番でお願いします。はい、わかりました。はい、RV パーク受付終了しました。まずはね、車止めに行きましょう。よし、ということでね、設営が終わったんで、ちょっとね、もう先にお風呂入りましょう。準備していきます。ここいいですね。よし、ということで改めましてね、行きましょう。
ロッカー式冷蔵庫。ああ、買った分をここで冷やしてくれるんですよ。あ、よし。大人2人、一緒にいいです。よっしゃ、OK、チェックインできました。温泉スパ館内、なんかめちゃくちゃ広いな。こちらですね。じゃあね、ちょっと行ってきます。よし、上がりました。気持ちよかった。あのね、内湯も外もね、めちゃめちゃたくさんの湯船の量があってから、どれもね、めちゃめちゃ気持ちよかったです。で、人もね、めちゃめちゃ多くて大人気のね、お風呂でした。ここはね、もっとね、ゆっくり来たいですね。おはようございます。はい、行きましょうか。よし。で、ももさんね、はい、ご飯なんですけど、はい、あの、今日ちょっとね、ご飯の食材あんまし買ってきてないんで、はい、もしなんだったらここで食べてきますかね。行きましょうか。はい。あ、ももさん、こんなある。あ、これでいいよ、これがいい。よいしょ。はい、お、ありがとうございます。よし、じゃあももさん、いただきましょう。いただきます。お疲れ様でした。乾杯。おいしい。容器走りましたもんね。何キロした？でも300キロぐらい？うん。350、60だ。うん。読めるランドからね。そうです。あのね、僕鶏が好きなんでね、鶏味噌っていうのを頼んだら、ももさんがね、ケイちゃんっていう鶏肉頼んでました。かぶりました。はい、乾杯。はい、おざいす。あー、はい、ということで、ね、お酒美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。よし、ごちそうさまです。あ、ももさん、あ、こわこわこわ、もうラーさん食べたいの持ってきて、俺もお腹いっぱいがいいよ。ちょっと縮みの、うん、よし、よし、じゃあ車戻りましょう。よいしょ。はい、ということで、まあ、車なんか戻ってきたんですけども、まあ二次会のね、はい、方しようと思うんですけども、はい、実はね、昨晩ちょっとあの、買っててから、作ってなかった鶏肉を使って、ふっくらチキン香味ネギダレ作れたと思います。もうこれもね、簡単なんで、パッと作りますね。はい。はい。お願いします。これをね、あの、4等分に切ります。で、本当にね、作り方簡単でから、お肉を4つに切って、で、お肉を、よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じでね、お肉を全部入れて、ちょっと まずはね、1分ぐらい揉むらしいです、これで。僕もね、あの、揉むという作業は大好きなんでね。はい。しっかり、通常1分のところをね、2分ぐらい揉みましょうかね。よし、入れて。また換気扇回しましょうか。あ、そうですね。どうぞ。オン。あと10分回しましょう。乾杯。とりあえず乾杯。乾杯。よし。美味しい。よし、よし、できました。よいしょ。おお、うまそう。これいいのできてますよ、これ最高やな、これ。いや、ももさんとね、ゆっくり続きたいと思います。チキンやん。いいですか、もらっちゃって。先にもちろん。お、そんなに。これなんすか、やばい。いただきます。おいしいっすよ、めっちゃうまい。美味しいです。ふくらチキン最高です。最高、最高です。で、チヂミをね、買ってきてるんで、これもね、温めていただきましょう。ももさん帰ってきた。はい、あ、ごめんなさい。よいしょ、よいしょ。あ、ごめんなさいよ。食べましょう。いただきます。海鮮チヂミ。あ、美味しい。ももさん、何それ。何それ。ランさんとちょっと少しですかね。もうそれ真っ青じゃないですか。美味しそう。いただきます。ワイン美味しい。はい、ということでね、あの、もういい時間なんですけども、ももさんと二人でね、結構飲んでから美味しく食べて、はい、ありがとうございました。楽しい時間過ごしたんで、もうあのね、今日は休めたと思います。
ちなみにね、明日は、すごい早い時間に起きてくるんで。早いよ、明日。だから、ももさんもね、起きるとこもあるんで、ね、お休みを止めます。はい。はい。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻はね、6時26分です。もうね、7時ぐらいには動き出さないといけないんで、パッとね、片付けて、はい、移動の準備、はい、しましょう、はい。よし、じゃあ片付けもね、はい、終わったんで、出発する前に、はい、朝ごはんにね、はい、しましょう、はい。これですね。はい、お、いいじゃないですか。昨日もね、コンビニ行った時に、はい、シナモンロール買ってきたんで、はい、これね、チンして食べれるやつなんで、はい、はい、入れましょう。しょ、シナモンロール、よし、どうでしょう。お、いい感じ、いい感じ。よし、いただきましょう。いただきます。いただきます。甘い。すごい、これだ。美味しい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ、ゴミ捨てて、ゴミ捨て、行きましょう。行きましょう。はい。ゴミ捨て、OK。OK、OK。おら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 い。おらおらい。よっしゃ。よし。はい、出発です。よし、行きましょう。現在の時刻は7時ちょうどです。はい、モンさん、そろそろ名古屋駅ですね。ありがとうございました。今回は本当に2泊3日の旅。急遽2泊3日になったで。ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。またね、行きましょう。ぜひ。いろいろ計画してください。了解です、はい。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。おい。はい。気をつけて、ランさん。モモさんも。もない。大丈夫です。はい。ランさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。また。